こんにちは、タワバラチャンネルのタです。いつもご視聴チャンネル登録本当にありがとうございます。今日はですね、秋バラをねバシッと咲かせるために、夏剪定前までにね、ぜひね今回ね紹介するお薬を使っていただいてですね、秋バラのね準備をしていただきたいかなというふうに思いまして、今日はねお薬の紹介していきたいと思います。愛知県ですとね、夏剪定8月下旬ぐらいからね剪定の方を始めるので、もう残りね2週間といったことでね、やはりねバラはですね春とね秋がねメインだなというふうに思うんでね、ぜひね秋バラバシッとね咲かせていきたいかなというふうに思いますね。はい、まずですねこちらですね、オルトランデラックス、有名なね流剤のお薬になるんですけども、住友化学園芸さんのねオルトランデラックスになりますね。有効成分はですねアセフェート、クロチアニジンということでね、白色の流剤のねお薬になりますね。こちらのねオルトランデラックス、一体何に効くんだといったことなんですけども、粉ジラミ類ですね。であとはですねアブラムシ類だったり、特にね今回こちらのオルトランデラックス使う目的としてはですね、コガネムシのね幼虫対策でこちらのオルトランデラックスを、株元にねパラパラと適量撒いてあげることで、コガネムシのね幼虫を撃退できるといったことですかね。コガネムシの幼虫というのはですね、ちょうどね秋バラの時期ぐらいにね、だいぶ大きくなってねバラのね根っこを食べる非常にね厄介な幼虫なので、秋バラをね邪魔される前にこちらのねオルトランデラックスを、前もってね株元に撒いておけば、コガネムシのね幼虫に、やられることはないかなといったことでね、こちらのねお薬はおすすめだなというふうに思いますね。こちらのねオルトランデラックスはですね年間使用回数が4回といったことで、しかしながらね効き目が1ヶ月なんですよね。なんでねこの年間の4回というのは非常にね、大事な回数になってまして、我が家ですとね5月とですね、8月下旬から、9月上旬ぐらいまでに1回と、年2回ねこちらのオルトランデラックスの方は使うようにしてますね。であとね植え付け時にも入れてるので、年3回とねいった感じになりますね。でこちらのねオルトランデラックスを適量ね株元に撒いてあげてですね、お水を与えることによって土の中にね浸透して、コガネムシの幼虫がいればね、間違いなく退治することができると、もしいなくてもですね、予防になるのでね、全品種こちらのねオルトランデラックス株元にねパラパラと撒いてあげるとよろしいかなというふうに思いますね。鉢の場合ですとね 1g から 2g ですね。で地植えの場合ですと1平方メートルで、40g までといったね感じになってますね。でこちらのオルトランデラックスはですね若干匂いがねあるんで、匂いがね気になる方はですね、オルトランデラックス撒いた後に、土をかぶせてあげるとね、匂いの方もね軽減できるかなというふうに思いますね。なんでねこの秋バラに向けてですね、こちらのオルトランデラックスの方は夏剪定前までにはね株元にパラパラと撒いてあげると、ちょうどね秋バラの時期ぐらいはコガネムシ幼虫にねやられることなくバシッと咲いてくるんじゃないかなというふうに思うんでね、ぜひねこちらバシッとね株元に撒いてあげてくださいね。はい、続きましてねこちらのお薬なんですけど、アファーム乳剤ですねとですねこちらゼンターリになりますけど、このお薬2つはですね、我が家でね、特によく使うんですけども、何の対策と言いますとですね、ヨトウムシですね、ガの幼虫ですね、灰色のね芋虫になるんですけども、そのねヨトウムシはですね、バラのねつぼみだったりね、新しい葉っぱをですね、もぐ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 、しかもですね夜になるとね活動を始めて、お昼はですね、地中に潜ったりね、株元付近に隠れていたりとねいったことでね、なかなか見つけにくい芋虫系のねヨトウムシといったことでね、我が家ねこちらのヨトウムシは非常にねたくさん発生するといったことでね、この2つのお薬を使って、毎年毎年ね撲滅を図っているんですけども、特にですねよく効くのはこちらねアファーム乳剤ですね。このアファーム乳剤はですね、どの虫にもね効くんですよね。非常に優秀なね乳剤になるんですけども、成分はですねエマメクチンですね。で希釈倍率はね1000倍になりますね。で乳剤なんでね、
まあ、粘着剤の方がね、まあ、入っているので、まあ、このね特にこの暑い時期まだまだね8月下旬と言いますとねまだ猛暑続きといったことなんで、まあ、粘着剤は入れなくてもね、まあ、問題ないかなと、まあ、もしね粘着剤入れるんであればね、まあ、適量のね半分にしてあげると、まあ、薬害のね、まあ、可能性は低くなるんじゃないかなというふうに思いますね。まあ、困った時のねアファーム入剤と言われるぐらいですからね。まあ、こちらのねお薬8月下旬ぐらいにね散布してあげると秋晴らに向けてね、まあ、小さいヨトウムシからバシバシ倒せていけるんじゃないかなというふうに思いますね。はい、こちらですねゼンターリですね。こちらはね流剤のお薬になるんですけども、成分はですねバチルスになりますね。希釈倍率はね1000倍で、まあ、特にねヨトウムシに非常によく効くねお薬なんでね、まあ、アファームをね使った後にこちらのゼンターリを使うといった感じでね、まあ、ローテーションしてあげると、まあ、間違いなくねヨトウムシは撲滅できるんじゃないかなというふうに思いますね。こちらのねゼンターリはですね流剤のお薬になるんで比重計算ねバシッと計算してもらってですね、まあ、散布していただけるとよろしいかなというふうに思いますね。秋バラね邪魔するヨトウムシ対策としてはこちらのアファームゼンターリがですね、まあ、超おすすめかなというふうに思います。ね、はい、最後に、ね、なりますけど、まあ、こちらの、ね、組み合わせもう今年はね本当に皆さんね使われていると思いますけど、ストレスブロックですね。でこちらハイポネックスビフンとこのね組み合わせをですね、まあ、週に1回ね株元にね与えてあげることによってもう効果絶大といったことでね幼い先生もねおすすめしているこの組み合わせね、まあ、我が家もですね1ヶ月半ぐらい前からね使い始めてるんですけども、まあ、非常にね葉っぱの状態がね素晴らしいですね。まあ、特に今年はね梅雨明けが早くてね、まあ、猛暑続きといったことなんで、まあ、黒点病に関してはね、まあ、昨年に比べると全然少ないんですけども、まあ、早い時期からね猛暑が続いたといったことで、まあ、夏バテ気味のね、まあ、品種ももっともっと増えてくるのかなと思いきやですね、まあ、こちらの組み合わせ使ったことによってね全然葉っぱもね生き生きしていてですね、まあ、この調子ですとね、まあ、ほとんどの品種秋バラねバシッと咲かせられるんじゃないかなといったことでねこの組み合わせねぜひね皆さん使ってみてほしいなというふうに思いますね。でまずこちらですねストレスブロックですね、ハイポネックスさんのねストレスブロックになりますね。肥料成分としてはですねミネラルフルボ酸アミノ酸ベタイン多糖類ビタミンなどですね。で効果としてはですね、まあ、高温だったり低温、まあ、乾燥だったり多湿、あと日照不足ですね。まあ、環境ストレスをね、軽減して、植物のね、育成を促すといった感じのね、まあ、お薬になりますね。で、こちらのストレスブロックはね、1000倍希釈ですね。で、1週間に1回といったことなんで、こちらね、ハイポネックスビフンとね、まあ、混合液を作って株元に与えてあげるといった感じですね。で、こちらですね、ハイポネックスビフンですね。こちらもね、ハイポネックスさんのお薬になるんですけども、窒素リン酸カリのねカリ成分がですね、まあ、19といったことでね、まあ、カリっていうのはね根っこに効くんですけども、まあ、やはりねカリ成分が多いといったことでね、まあ、根っこが丈夫になるってことは、まあ、当然ね上部の部分もどんどん元気になってくれるといったことで、まあ、やはりねこの夏バテはですね根の異常からね間違いなく始まるので、まあ、こちらのハイポネックスビフンを与えることでね、まあ、根っこを元気にさせてあげればですね、まあ、夏バテ防止にも間違いなくなるといったことで、まあ、こちらのねハイポネックスビフンも超おすすめですね。でこちらのハイポネックスビフンはねカルシウムのね働きにより強健な植物に育てることができると、暑さ寒さ病害虫への抵抗性が高まるといったことですかね。あとですね乾燥や日照不足に強い植物に育てるといったことですね。でこちらのねハイポネックスビフンもですね1週間に1回といったことですね。なんでね通常は500倍なんですけど、この暑い時期だけは1000倍にねしてね希釈してますね。こちらのねストレスブロックハイポネックスビフンのですね、まあ、混合液を作ってですね1週間に1回株元に与えてあげることでやはりねバラが非常にね元気だなと、まあ、この時期元気ってことはですね間違いなく秋バラねたくさん咲くんでね、まあ、この組み合わせねまだね使っていない視聴者様ね株元にねバシッと与えてですね秋バラねバシバシッと咲かせてほしいなというふうに思いますね。はい、今日はですね秋バラバシッとね咲かせるために
この時期ね、必要なお薬、使ってね、いただけると秋バラバシッと咲いてくるんじゃないかなといったことでね、お薬の方紹介させていただきましたけど、やはりね、秋バラっていうのはこの夏越しね、うまくできないとですね、開花させることができないといったことでね、もう1ヶ月切ってますけども、こちらのお薬使っていただいてですね、ぜひね、秋バラバシッとね、咲かせてですね、秋はね、お花深い色で咲きますし、香りもね、もう絶妙ですからね、そんなね、10月目指してですね、あとね、8月も半分、あと9月ですね、丸々1ヶ月と、1ヶ月半から2ヶ月後にはね、秋バラがバシッと咲くようにね、ターバルチャンネルもね、頑張っていくんで、皆さんもね、秋バラバシッとね、咲かせるために頑張っていきましょう。それでは今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。また会いましょう。さよなら。